はい、今回はですね、ハイビームのインジケーターですね、それのちょっとパネルを改造してみました。私はですね、ちょっとこう視点を高くして運転をすることが多いので、このフォレスターの場合ですとハイビームインジケーターがですね、ピカッと光って青くね点灯しているというのがよくわからなくて、対向車にパッシングされて、気がつく、そして、ハイビームを切るというようなことをよくやっておりまして、これはどうしたものかということでですね、このハイビームですね、青い点灯のこのランプを別個増灯しましてですね、こんな風にしてみました。はい、このようになります。ハイビーム入れてみます。はい、このようにですね、青の LED で、パッと、明らかに分かるということで、自分がね、どのようなライトの状況にしているのかというのが分かって、なおかつ、少しちょっとこうムードが出ました。はい、ということで、今後はですね、対向車からパッシングをされて、ハイビームを下ろすと暗黙に言われたりすることなく、適切にコントロールできるかと思います。こんな感じですね。はい、もう少し詳しく見てみましょうかね。はい、こういうふうにですね、青の LED が、インパネルのね、フードの裏側にちょっとつけてあると、この位置はですね、あらかじめ工作する前に LED のランプをちょっと置いてですね、まあ、一番かっこよく、あと視界の邪魔にならないように光るところを探して、そこに、ポイントをつけまして、丁寧に工作いたしました。こんな感じですね。はい、はい、こんな感じになります。はい、以上ね、もしかしてこう同じ悩みの方はちょっとこんなこともね、やれたりするんだということで、ご参考にしていただければと思います。